じゃあツイキャスもやります。はい、はい、お願いします。今日いい感じで3人、うん、うん、はい、いつもはハスに大きすぎってこと。いや、ここが広くなったから。ああ前な、ここのスペースなかったからさ。はい、1分前です。お、ユーストリーム、ユーストリームじゃねえや、フェイスブック動画ご覧の皆さん、どうもー。あ、もうレッドチェル、どうもどうも、もうそうやってるんですね。ごめんなさい。この後本番ですんで、普段おとなしいんですね。本当に静かにしてる。めっちゃ静かにしてる。よろしく。始まります。はい、はい、伊波さんに挑戦してほしいことがあって。僕に、はい、はいはい、先週の日曜日に、うん、私この国際通りで定期イベント OBP 沖縄美少女プロジェクトとしてイベントがあったんですけど、うん、はい、ちょっとみんなに自慢したいことがあったんですよ。ほう、ピュレグミってわかります？んん、ピュレグミ、ピュレグミ、グミです。あ、うん、でも食べたことはない。ないです、うん、ちょっと周りが酸っぱい感じのグミなんですけど、うん、ピュレグミってちょっと言いづらいじゃないですか。言いづらいね。で、私の家族とか周りでピュレグミって3回連続で言えなかったんですよ、誰も、うん、友達とかね、うん、で、自分言えるんですよ。あ、そうなんですね。そうっていうのを自慢したら、うん、まさかのなんかメンバーもリリが言えて、うん、結構みんな言えるよっていう感じになっちゃったんですね、はいはい、だからピュレグミっていうのはマジで言うのは難しいっていうのを分からせたいんですけど、伊波さんだときっと大丈夫だと思うんですね。あ、なるほどなるほど。でも伊波さんやっぱやるときはやるんで。僕やるときはやりますね、うん、ちょっと心配なんですけど、はい、ピュレグミ3回言ってもらっていいですか。はい、マジで、でもマジ で, マジでガチでやってください。ガチでやっていいですか。はい、ガチでやっていいですか。いきます。じゃあ言いますよ。はい、ピュレグミ、ピュレグミ、ピュレグミ。はい。ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ今日も始まりましたギノガルフ、はい、ピレグミ、はい、まあこれ意識してたら大丈夫なんだよ。まあ、そうですね。そう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 、うん、なんか完全に今のねオープニングで僕が大人げないみたいな感じになっても、ね、違うんです。伊波さん実際にね、伊波さんは、はい、何でもない時に噛むんです。そうなん何でもない時、こんな難しい言葉とかじゃないんですなるほど、はい、もっと信じられないような噛み方をするフレグミは、まあ、いかにも噛みそうですから、ね、そうそうそうです。そういうものは僕ね噛まないです。もう昔ですけど、前も言ったけど、うん、チンパンジーのことピッチンパンジーって言ったりだとかオレンジレンジのことオレンジアレンジって言ったりだとかもう信じられないタイミングで噛むんで、はい、全然もうこんなのじゃないです。フレグミぐらいだったら全然噛まないですね。そうですね、はい、今怪しかったですけどね一応ゆうこちゃんも言ってみてよ。行きますよ、行きますよ、せーの、ピュレグミ、ピュレグミ、ピュレグミ。まあまあ、綺麗、ね、意識してたら大丈夫か。そう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 、はい、これね、僕いい、なんていうの、普通に使う言葉じゃないですか、ピレグミっていうのは、はい、だからわざとらしい早口言葉じゃなくて、うん、実際にあるやつで難しいのっていうのが、はい、コープ黒馬っていうのが。ああ、はい、黒馬店分かりますよ、場所。これ3回言えないんです。僕も言えないですね。へ、そうなの。やってみていいですか。はい、あ、いや、これ5回3回で3回、コープ黒馬。
コープコクバ、コープコプバ言えないこれね、僕も言えない、僕も言えないんですよ。やるやるやる、はいはい、よ、はい、コープコクバ、え、今いいですか、あ、はい、もう一回いきますね、はい、コープコクバ、コープコクバ、コープコクバ、おぉすごい、ギリちょっと遅いか、まあ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 、でもでも言いづらいですね、これだからもう普通にある言葉で言いにくいやつを今ちょっとさ、コープコクバ、コープコクバ、言えない言えないでしょ、言えない言えないです、僕も言えないです、コープコクバ、コープコクバ、ポコッダッダバ、言えないね、昔から怪しいんです僕これ、コープコクバ、コープコクバ、そう、難しい、優子言えるね、言えるね、うん、でも危ないですよ、もうベロがワングラワングラしてる口の中で、何の今の表現、つよぽんさんが炙りカルビを3回言えますかって、え、炙りカルビ、あ、これ僕言えるんじゃん、炙りカルビ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 、難しいな、これ、やさん、やさん、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、あ、言えた最後カルビギリセーフ、ギリセーフですね、カルビポテトチップスになりましたね、これもなかなか言いにくいですね、まあまあこういうのもね、はあ、あったりするわけです、じゃあピレ組はまだ簡単な方だった、ね、あ、そうかもしれない、もう僕は一番難しいのコープ黒馬ですね、あ、難しいね、コープ黒馬はね連続で言えないんです、昔から、いやー、うん、大発見だこれ、ね、うん、はい、もしそういうのがまたあれば、うん、ぜひ教えて、あと野田だな、野田だな、野田なのだなっていうのもなかなか言いにくいですよ、野田さんが野田だな、野田だな、野田なのだなっていうのが、え、ちょっと最後なんて言ってるか、野田なの、野田なのだな、あー、野田だな、野田だな、野田なのだな、おお3回、3回です、しゃ、はい、俺、うん、じゃあ野田だなだよね、の、はい、野田だな、野田だな、野田なのだな、あ、いや、これを3回言うんですよ、それを3回言う、うん、これがワンセット、これがワンセットね、はいはい、あ、まあまあこういうのがあったりね、いろいろ滑舌の練習昔やりましたけどね、もう最近は全然やらないんですけど、はい、じゃあそんな感じのオープニングトークだったんですが、はい、じゃあもういっちゃいますか、うん、はい、この1週間何があったのかなのコーナー、どうしましょう、どっちから、じゃあゆうこちゃん、はいはい、じゃあゆうこから、はい、この定期イベントの流れであったので、はい、うん、日曜日に、定期イベント、うん、国際通りでありまして、はい、でその2週前にも定期イベントあったんですよ、うん、でその時は絶対に雨が降るから、うん、もう室内でやろうって決めてて、うん、そしたらまさかの晴天だったんですね、うん、2週前のイベントは決めてたのに、はい、決めてたのに、はい、でこの先週かの、うん、一昨日の日曜日はいや晴れるでしょうって言って、うん、じゃあ外でやろうねって言ってたんですけど、午前中起きて外見たらめっちゃ雨降ってるんですね、うん、いやいや午後には晴れるよ、4時には晴れる、うんうん、大丈夫、雨降ってるんですね、うん、結局みんな外でやるのが大好きなんですけど、もう雨やっぱ梅雨じゃないですか、はいはい、沖縄だから、ね、中でやることになっちゃって、うん、でもねやっぱりあのギャラリーに来てますけど、うん、皆さんファンの方も見に来てくれてありがとうございました、全員参加ですか、はい、全員参加、参加で、はい、参加です、あ、さすがです、写真部部長が、はい、あ、もう来た定期イベント、ムービー、ムービーで、あ、ちょっと押してみてください、どんな感じ、本当に動くかどうか、めっちゃムービーって言って、本当に動くかどうか、あ、ムービーは別で撮ってるんですね、別でね、ムービー別で撮って、あ、セブンプラスで撮ってるんですね、まあね、窓の向こうでね、あ、ピレ組です、これギャラリーの、これピレ組の時、ピレ組のリリが言えた瞬間です、ね、なるほど全部記録してるわすごいな、これもこの映像ね、僕らだけしか見えてないんですけど、いいんすかね、いや、これはもうこれ、まあ、僕らだけの空間ですから、これギノガルフの空間ですから、いやこれが実際見たい方はあのスタジオ見学を、ね、来たらあんな風にやってるんだなですからね、じゃあその、はい、まあ、室内でやったってこと、うん、室内で、はい、うん、楽しくできました、盛り上がりましたか、うん、よかったです、はい、はい、じゃあ矢さん、僕はですね、以前このギノガルフでお話しした、うん、あのニービチビデオの時に、はい、チャップリン映像をやるとなかなかいいよっていうのを、まあ、編集して作りまして、うん、まあ、先週の土曜日にその、ね、披露宴の方の、はい、場所で、うん、もうついにそのチャップリン映像を、はい、公開したわけですね、公開したんですけど、うんうん、いやなかなかやっぱ、うん、いや好評でしたね、ああそう、うん、言うと、前もあの聞いてない方のために言うと、うん、あのチャップリンみたいなその動きと動きをちょっとしたその字幕ポンって出すような、うん、はいはい、ものだけでやる映像余興ですね、あれ画期的かもしれないですね、やっぱり今思っても、うん、やっぱそのなぜチャップリン映像、そのチャップリンのね、うん、まあ、映画のパロディなんですよ、チャップリンの、はい、でその新郎がチャップリン役で、新婦がまあそのヒロイン役でみたいなんですけど、うんうん、まあ、まずあの
演技がそんな上手くなくても、うん、オーバーなリアクションしていれば、まあまあ早送りなので、うん、でモノクロなので、うん、全然それなりにコミカルに見える、はい、っていうところと、まあ、このチャップリンのその動画っていうのはそのやりながら無声映画なんで、うん、こっちからいろいろ指示ができるっていうね、いろいろじゃあここで拍手してください、じゃあここであくびしてとかいろんなことができて、うん、まあ、それがまあ効率的にね、効率よくできてなんか良かったな。なるほどなるほど。ただね、うん、やっぱ思ったのはその一般の方の、一般の方って言うんですか、うん、まあやっぱ最近ニービチビデオってね、はい、みんな編集自分でできるじゃないですか、はい、多いですよね。クオリティがすごいですね、上がってる。テロップとか編集のタイミングとか、うんうん、はい、そうですね。まあただそのまあ分かってる人と分かってない人の一番の大きな差はやっぱ音声ですよね。あ、なるほどなるほど、うん、ちゃんと聞き取れるか、はいはい、聞き取れないかってすごく大きいんですよ。だから聞き取りづらいやつはやっぱ字幕をしっかりつける、うんうん、でその作業を減らして撮るにはさっき矢さんが言ったのは一番いいかもしれないですね。まあ、人数も2人でできましたから、ね、うん、分かりやすいですしね。ただだから僕がその行った方が西原の方なんですけど、うん、西原のね、うん、そのニービチビデオっていうか、うん、まあ、よく YouTube でもよくなんか出てるんですけど、はい、ほんと面白いんですよ。よくジャッカスって分かりますかね、アメリカでよく危ないことに挑戦するみたい な、はい、なちょっとコンクリートでお尻引きずってみたりとか、本当はダメですよ。だけど、まあ、そういうバカっぽいものをやる、まあ、ジャッカスっていう映画流行ってて、うん、アメリカでね、それのまあちょっと似せてパロディ、いろんなことに挑戦するんですけど、うんうんうん、まあそれがまあ過激で、まあ、絶対まあ放送ではできないもんだけど、はい、うん、まあ、ああいう場所だからできるものをね、ちょっと動画でやって、うん、まあやっぱ面白いんですよ、過激で。なるほど、うん、まあまあ、編集も良くてね、結局舞台みたいなもんですよ、その場だから OK みたいな。まあまあまあそうですね、うん、まあでも出てる友達もみんなね顔見知りだからやっぱ面白いっていう、うんうん、これだから自分が作った映像がこう流れてる時ってやっぱ周りの反応気になりますか？あ、超気になる。あのね、放送よりも、ね、放送よりも気になる。俺生放送よりも緊張するだってリアルな反応だから、ね、リアルな反応だから、ね、だこれが本当にね、うん、だからやっぱ下手なもん作れねえなーと思って、やっぱ恥は書くじゃないですか、いや何百人が見てるわけですからね。そう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 、うん、まあでもすごいそのあったかくていい披露宴だったんですけど、うん、あ、よかったですね。よかったです。はい、はい、以上ですか。はい、はい、じゃあ僕も、はい、はい、名古屋に行ってまいりまして、イエイ、はい、ついに、中日ドラゴンズの試合を見てきました、うん、で土日見てきたんですけど、はい、土曜日は又吉が先発で、はい、県出身のね、はい、で又吉投手に勝ち星はつかなかったんですけど、4対2ドラゴンズ勝利ということで、うん、まず1勝して、で、その次の試合は、7対2だったかな、で負けちゃったんです、うん、7対1かなんかで、はい、で1勝1敗だったんですけど、今回はねその試合以上にいろんな交流がありまして、はい、ドラゴンズ会みたいなのがあって、ファンの皆さんが全国から集まってるんですよ、はい、で名古屋ドームってその手前にイオンがあって、うん、そこのフードコートで試合前のもう11時ぐらいから10時半ぐらいかな、うん、試合開始が2時なんですけど、うん、集まってもうそこで食べたり飲んだりしながら交流してるんですよ。どちらか東京から、あ、福岡から、あ、広島からみたいな感じ。そういうのがもうなんだろう、名物っていうか、そうそう、定番で、定番になってるの。皆さんフェイスブックでつながっててみたいな、そう、そこに僕も紹介されて、うん、いろんな交流をして、で試合の4回が終わったら、4回裏に23番ゲートの、はい、あの外のところスペースでみんなで集まって集合写真を撮るっていうのが、はいはい、なんか定番らしくて、そうそうそう、そこに休憩とか入るんですか？いや休憩ではないんですけど、まあ、まだ試合がこの後いろいろ動いていくぐらいのタイミングじゃないですか、ね、何人ぐらい集まるんですか？初日は20人ぐらいだったんですけど、うん、あの日曜日は昇竜デーっつってレプリカのユニフォームを来場者全員に配る日だったんですよ、うん、そういうのがあって、で、だから普段より多く来てて、うん、ドームも満員で、その団体集まりも50人ぐらいいたんじゃないかな、うん、そうそう、そういうメンバーで集まって騒ぎましたね。ほんでその後にピカイチっていう、はい、またそのドラゴンズファンが集まるお店があって、はい、そこにも行ったらまた別の、ドラゴンズの集まりの会の人の代表と一緒にご飯食べたりして、うんうん、でその方がね、リスラジで聞けるラジオやってるらしいんですよ、はい、あのでドラゴンズの話をずっとしてるという、うん、あの安井さんって方なんですけど、あいつやってるんですか、聞きますって聞いたら、火曜の夜の9時半からやってますって言われてから、ね、あら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 、聞けないですね。
すみません、真裏でやってますよ。裏、そうですね。ちょっと申し訳ない。かぶりすぎちゃいましたね。愛知県で、まあ、コミュニティでやってるということだったので、もしよかったらね、そこもチェックしていただければと思います。もう、でも今回、行った時ずっと天気も良くて、で、なんか新聞載ってましたね、そういえばね。あ、そうね、ツイッター投げてましたね。何新聞です、スポーツの。あれは中日スポーツという、ところで、東京ドーム、東京ドームじゃないや、名古屋ドームのその代表の方に挨拶に行ったら、記者の方がいて、あ、神奈さんですかって言われて、はいって言ったら、いろいろ話を聞かれて、でそのもう毎年応援に行ってるんで、そのことをまた記事に書いていただいてという、はい、僕はもうただただ見に行ってるだけなんですけど、もう本当にありがたいです。そういうふうに取り上げてもらって、で名古屋ドームの方から球団の方の方にまた紹介をされて、社長とかね、営業本部長とか、そういうだからと本当に球団のトップの方たちと同じ場所にいて、で、まあ、グッズもちょっといただいて、それはあのリスナープレゼントって形でまた、はいはいはい、スポーツフォーカルの方でね、あげたんですけど、すごい、はい、だからもう本当にありがたいことなんで、あとはもうドラゴンズが勝ってくれればいいんですけどね。そうですね、今日ね、初回にソフトバンクに6点取られてたんで、あら、おい頑張れ頑張れはいって思いました。まあまあ、でも名古屋僕大好きなので、はいはい、楽しい週末を過ごすことができました。はい、そういう週末過ごしました、ありがとうございました。まあまあ、でもまた僕来週末名古屋行くんですけど、ね、あ、そうでしたっけ、ミスチル、そうそう、ミスチルコンサートがまた名古屋ドームなので、名古屋好きですね、はい、本当ね、そうですね、名古屋ついてますね、はい、楽しみたいと思います。さあ、ではここからはあのツイキャスの皆さん、はい、拾っていきたいと思います。すいませんね、待たせて、来たぜ、俺参上ということで、はい、電話ですね、ありがとうございます。つよぽんさん、東京からカニメタリンタロウです、嘘つき沖田にワンチュールさん、こんばんは、金太の大冒険のおなじみ坪井のりおです、ありがとうございます。名古屋のね、有名な方ですね。沖縄大好きさん、こんばんは、 OBP をかなり遠く陰ながら応援している猫です。猫あ、OBP の CD つながりですありがとうございます、ありがとうございます。もう少しね、分かりやすく言っていただけるとよりいいですねあ、猫の曲があるからか、なるほどね。泉さん、特急サザンさん、こんばんは、シャオロンです、ありがとうございます。今週末名古屋ドーム行きます。あ、いいですね。おー、そうなんだ、はい、応援よろしくお願いします。タッケさん、こんばんは、佐藤拓馬です。あ、インディ500ね、勝ちましたね、おめでとうございます。ケインさん、どうもこんばんは、タイモチーズケーキです。もう物になってますね。美味しいんですよこれ、とっても美味しいです、めっちゃ好き。あとは皆さん、こんばんは、クソ熱い東京のシュプリームです、はい、ありがとうございますこんばんは、はい、ここいろんなボケをしていいとこですからね、はい、ありがとうございますここだけですからね、サーロお兄さん、こんばんは、ガジャッチです。違うさ違いますよ、ガジャッチも多分もう寝てますこの時間帯は、埼玉の NK 俊さん、こんばんは、タイガーウッズです。ちょっと大変なことになってますね。朝びっくりしちゃった。大変なことになってますね。こんな感じですかね。はい。はい。あ、俊さん、ジャッカス大好きですと。あ、さっき、いいですね、さっきのね。はいはい。ジェットインコンジさん、こんばんは、トノです。トノ。トノ。いいですね。これはたけしさんでしょうか。そっちでいいでしょうか。風雲たけし城のね。あ、こうくろさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。という感じで。はい。はい、はい、ありがとうございました以上ですさあ、ということで、じゃあもういつも通り進めていきましょうか。いはい、はい、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。ギノガルフ、Facebook 動画のご覧の皆さん、ここまでとさせていただきます。続きはあの FM ギノワのユーストリーム、ツイキャスなどでぜひご覧ください。ではでは、ありがとうございました。よいしょ虫がいる、だからね、ロッキーさん、虫がいるよ。虫がいる、さっき今日も飛んでるよ。ツイキャスの、ね、あれ読み上げたところだから自分めっちゃこんなしてる、ここから出てきよって言うのいや、で、上がってこう、上がってこうってスッて下にこれ滑って落ちよった虫も楽しんでるから。あ、なんかリスラジ聞けないっていうメール来てるよ。そうそう、リスラジ聞けない、
なんかあらまなんかリスラジ聞けない？リスラジが誰誰が？あ、メールで？うん、メールで。5秒前です。はい、ちょっと後で見てきますね。うん、うん、最初はグー、じゃんけんパー。あ、グーだ。最初はグー、じゃんけんパー。あ、グーだ。あ、グーだ。いや、こんなのやめてくれないから。技能ガルフ。さあ、ギノガルフをお届けしています、坂本パープルさん、わしもチーム社長を見にちょくちょく名古屋に行きますと。あ、そうなんだ。いいですね。いろんな方やっぱチェックされてるんです ね、うん、はい。さあ、ではここからは行きましょうか、はい、グッドフィールドグループからのお知らせです。では、ゆうこお願いします。はい、はい、今日はナチュラルビューティーベーシック那覇メインプレイス店を紹介します。ナチュラルビューティーベーシックは三栄那覇メインプレイス内にある県内唯一の店舗としてオープン。ブランドコンセプトはコンフォータブル、着心地の良さをキーワードに、着る人のライフスタイルの充実を幅広い層に向けて提案。シンプルでありながら時代感をさりげなく表現すること、幅広い層に心地よく感じていただけるような清潔感が基本にあります。毎日が少しでも素敵になるように、新しい喜びや驚き、誰も知らない新しい価値をぜひナチュラルビューティーベーシックのお洋服と一緒に発見してください。ただいま店頭ではブライダルシーズンに向けてワンピースが続々入荷中。可愛らしさの中にもきちんと感のある清楚で上品なお洋服が揃っています。ナチュラルビューティーベーシックらしい女性らしさを引き立ててくれる素敵な一着に出会えると思いますので、ぜひ足を運んでみてください。またナチュラルビューティーベーシックでは販売スタッフを募集中です。おしゃれが好きで人と接することが大好きな方、お洋服に興味のある方、フルタイムはもちろん主婦や学生、販売初心者の方も大歓迎です。一緒に素敵なお店を作っていきませんか？お問い合わせはナチュラルビューティーベーシック那覇メインプレス店、電話098-917-5867 098-917-5867 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで、今回はナチュラルビューティーベーシック、はい、那覇メインプレス店ということなんですけれども、うん、こちらはどういうお店なんですか？そうですね、うん、ちょっと写真があるんですけど、はいはい、うん、結構この自分が今言ったみたいに、うん、あのドレスだったりだとか、うん、あの上品で清楚な洋服がたくさん置いてある店なんですね、うん、で自分はまだちょっと年齢的にはあんまりあの購入はしたことはないんですけど、私のお姉ちゃんが20後半なんですね、はい、よくこのお店に行って、あのパーティードレスだったりとかを購入したりしてますね。パーティードレスとか、うん、そうですね、いいかもね、はい、うん、でやっぱこれからブライダルシーズンに入ってくるので、そうですね、で先週もね、あのドレスの、うん、紹介とかしたんですけども、このナチュラルビューティーベーシックは結構大人っぽさ、上品さがあるので、落ち着きを欲しい方、うん、まあ、ゆうこも落ち着き欲しいんですけどなのでちょっとギャップというか上品なレディーになりたい方はぜひこのナチュラルビューティーベーシックのお洋服がぴったりだと思います。なるほど、うん、またこういう感じですね、はい、外観はねエレガントなんですよね、うん、あ、もういいですね、はい、じゃあちょっとそういうフォーマルなものを、うん、そうですね、見つけたい時にはぜひ行ってほしいと、はい、で今販売スタッフも募集中ということで、はい、おしゃれが好きな方だったりお洋服に興味のある方で、主婦や学生さん、販売初心者の方も大歓迎ということなので、うんうん、ぜひ皆さん気になってるなって方がいれば。そうですよ ね、やっぱこういうのってあの始めなきゃね一歩になりませんから ね、うん、はい、我こそはと思う方ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、ということで、メール見てみますか、うん、この番組ね、メール募集してないんですよ。来てるかな。でもなんかメール来てましたよ。でも来てるんですよ、うん、なんででしょういや、ありがたいじゃないですか。はい、もうどんどんお願いします。いいことですか。いいことですよ。わかりました。じゃあ、いきましょう、はい、ラジオネームデコボンさんから、うん、リスラジが聞けません、復帰お願いしますいきなりクレームから入りましたね。
来てないんですね、今ね。今なんだ。なぜかね。あ、リスナーじゃん。あ、ユーストが来てない。ユーストが。また調子悪いの。ありましたか、ユーストはもう、ね、もう疲れたってことですか、最近。ユーストはもう、ユーストの時代はもう終わったっていう。終わり？いや、ユースト。はい、なんで？半分あって。半分あって。合ってるんだ。半分合ってるって。沖縄大好き、やっぱユーストリーム、そうそうらしいですよ。うん、一発ユーミンさん、名古屋は年に 2,3 回ぐらいかな、家から、バスと在来線乗り換えで2時間ぐらいです。同じ愛知県でもね、やっぱりちょっと距離があるみたいですね。ですね、はい、カンガルーに似てる県ですよね、形が。愛知県ってそうなの？え、じゃなかったでしたっけ？え、初めて聞いた。多分カンガルーの形が愛知県なんですよ。そんななの？はい、自分あの県の形を覚えるの大好きで、この単品で出てきた時の。お、初耳だな。初耳好きなんですよ。見方で見て好きなんだ。はい、なんかちっちゃい頃に。好きな県はじゃあ好きな県。好きな県の形ですか？うん、形。いや、だから覚えてる。あ、自分は。なんかあったら。岩手。岩手は、岩手はなんとなくイメージできますか？わかります。大きくて、まあ大きくてしかないですけど。形がなんかね、いいんですよ。こう 岩みたいな感じで、本当に。そうそう、本当に岩みたいな感じで。結構好きで。それが、はい、なんか小さい頃に家にこの都道府県パズルがあって、あ、これ世界地図ではあるよね、国ごとの見たことあるけど。そう、国で言うと、うん、まあ、形ではないんですけど、うん、国旗が好きなのがレバノン。レバノン国旗？国旗なんかね、レバノンの国旗ってどんな？あれなんですよ、真ん中に木のツリーがあるんですよ。木の形が押してて、結構なんか覚えやすいからレバノンが好きでした。はぁ、なんかドリフしかなんかね、思いつかないですけど。ビバノンですね、それは。なんかメールが来てますよ。もういやさん。あ、ほんとだ、レバノン。そう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 、うん、かわいいんですよ、レバノン、ね、レバノン、レバノン。あー、なるほど、うん、はい、はいはいはい、ということです。じゃあメールいきましょうか。はい、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんから、うん、ゲノガルフのカナさんとユウコ氏とイハシ、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。今お仕事から帰宅中、進撃のめいちゃんです。カナさん、名古屋行かれたんですね、いいな。私も最高な週末でした。あの臨海に参加してきました。おお、そこ、マジで？そうなんですね。そうなんだ。お、初めての方やおなじみの方までお祭り騒ぎでした、うん、その二次会ではさらにお祭り騒ぎ楽しかったです、うん、ちなみにお三人さんは番組のイベントとかにリスナーとして行かれたことってありましたっけ。とPS、カナさん、野球観戦ツアー参加しますと。ありがとうございます、火曜日なんですが、ギノガルフどうするんですか？お休みされるんでしょうか？やばい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 よ、疲れてやばいやばい、気づかれてるよ。1個ずつ答えていきましょうか。やばいやばいやばい、はい、まず、3人は番組のイベントとかに参加したことありますか、うん、ということですけど、イベント、まあ、どっちかというとやる方ですからね。そうですね、自分も前あの、うん、RBC アイラジオの吉見大河さんのサンデーマグネットだったりとか、はいはい、まあ、でもあれは出演者としてでしょ、はい、でもね、やってるので、うん、リスナーとして今のとこないかな。出させてもらってますね。そうだよね、矢、うん、さんもそうでしょ。うん、やる側ですもんね。あ、でも、うん、あの祭りとかね、ラジオ祭りとか僕行くも、うん、いつもあの家族で行ったりとか。あ、そうかそうか、そうそうそう、で楽しんでますよ。なるほど、うん、で、もう一つ野球観戦ツアー、うん、ありますね。ありますね、うん、6月末ですね。6月の27、28だったかな、はいはい、うん、カースイであるんですけど、はいはい、で、うん、ちょっと今のとこ、うん、どうするか考えてるんですけど、何ですか？2人どうしたいですか？どうしたい？やばいやばい、まず僕は、やばいやばいやばい、いた方がいいですか？いなくても大丈夫ですか？いた方がいいです。はい。いや、じゃあ仮に、仮に、まあ、別に、はい、別にいなくてもいいよ、別に。でも、ね、でも、いた方がいいか悪いかって言ったら、いた方がいい。まあ、いた方が、まあ、3人でキノガルフなんでね。仮にですよ、うん。仮に僕が、じゃあちょっとこの日は休みますと。ほうん。どうしてもちょっと難しいので、うん、前からなんかそんなね、よく冗談言ってますよね。うん、いやいや、ね、何ヶ月ぐらいか前からね。冗談じゃない、相談はしてますけど、冗談じゃないですね。はい、で、こうなったとしたら、うんうん、どうします？ん？2人でやります。それとも、誰か呼びます。ん？なるほどね、そう来るんですね。そんな感じですね。そうそう。だから、いや、僕は、うん、じゃあ逆にどうします？そうですね、逆に聞いてみますか。まあ僕、まあまあまあ、はい、うん、僕の意見としては、うん、2人で喋ってもらうのは怖いですね、うん、怖いなるほど、ね、ですよね。いや逆に優子1人とかだったら、優子、うん、のラジオが
できると思うんですけど、はいはい、イアさんとユウコで1時間っていうとちょっとイメージができないんで、なかなかイメージができない。うん、まあ、でもね、まあ、新しい何かが生まれるかもしれないですよね。だから、うん、もう一人ここに誰か呼ぶか、うん、もしくは、うん、それぞれ誰か助っ人を呼ぶか。あー、なるほどね。あー、はい、なんかまあ落ち着けるような、そう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 、違うような人をね。そう、あー、なるほど。だからそれぞれ心細いんで誰か呼びましたみたいにしてもいいですし、だから4人で喋るみたいな。なるほどね。なるほどなるほど。そのだから特別バージョンですね。まあ、そうですね。あー、そんな感じでも、まあ別に川中そうしてほしいって言うんだったら別にいい、まあ、こっちは俺たちこっちはね2人でできるもん、ね、まあこっちは、はい、全然2人でできるから、伊波さんがもう引っ張ってくれ、やってくれる、伊波さんが引っ張ってくれる、伊波さんがもうね、はい、引っ張ってくれるんで、引っ張るの得意なんで、伊波さんが、伊波さんが引っ張ってくれるなら、じゃあ2人でいいか。いやいや、あ、もうでもね、うんにょむんにょむね。でもね、別にね、まあ、ちょっとせっかく出た提案だからね、これはそれに乗っかってもいいよ、ね、うん、ちょっとおいおいじゃあ考えましょうか、うん、はい、はい、どうするかね、得意って方がいいんじゃない、楽しみに、そうですよね。今後の話なんでね、後の話、まだ全然後でしょ、1ヶ月のあるでしょ、まだ行くかどうか分からんですよ、野球も、うん、野球は行くわ多分行くよ。行く本当にね、もしかしたらね、曲いきましょうか。曲、はい、今日は担当は、はい、ゆうこです。はい、じゃあゆうこ、はい、お願いします。はい、はい、ではワンオクロックで We Are です。もう今若者に人気のワンオク、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 ワンオクって何？最近知ったんですよ、あれですよね、森進一さんの、そうそうそう、森、そうそうそう、マサ、息子、息子さん、息子、マサよ、森氏、まあまあまあ、お母さんはマサコさんですよね、うん、うん、びっくりしました。もともとジャニーズだって知ってました？誰？ワンオク、ワンオク、ね、ニュースだったかな。あ、そうなの？この今歌ってるタカさん、確か全然個人、全然わかんないんだけど、あ、そうなんだ。サウロ兄さんがご育英賞って、いや、読みたいの。あ、なるほど、ね、これリアルな話しましょうか。多分五重英翔さんは今読んだらお金がかかります。相当かかります。はい。マリはね、もっと何かの時に読みます。はい、マリ、だからマリさんも、だからマリさんでも野球でしょ、一緒に。あ、そうだよ、だから違う時に。奥浜さんは来ません。あ、なるほどね、はい、奥浜さんは来ません。まあまあできるけどね。いやいやいや、もう、ね、もう誰か呼んでください。もし二人ってなったらどうします？もし、何します？ね、とりあえず好きな曲を4曲ずつ流す。4曲ずつ ?8 曲 4曲ずつだ、合計8曲流していいです。オープニングとエンディングだけどうもありがとうございましたっていう。8曲流れるって8曲、そうな、いやだからコミュニティ FM のあのランダムで曲が流れるシステムですよ。間にあれはない、あれほぼあれです、合間に喋るみたい。そうだな、でも昨日会う人いる？昨日会う人？うん、だからそうだな、いると落ち着く人みたいな。お母さん。あ、お母さん。お母さん来たらびっくりするな。でも一番お母さんかな。なるほど。友達とか、でも全然 OBP でも、ここの周りも。あ、そうだよね、OBP でもいい。もうなんか、2人来たら、じゃあ2人はやってみたいな感じで任せきれるんで、うん、いけるし。結構ね、私たちのこの OBP のマネージャーさんも、ファンの方から人気なんですよ。うん、あ、それ面白いかもね。めっちゃ人気、じゃあ人気なんですけど、うん、なんか本人が、いや、ダメだから、みたいな、なんか、いや、俺はいいから、みたいな感じ言ってるんですけど。なるほどね。結構ね、人気で、だってファンの方、うん、ライブしてる OBP も撮るけど、うん、その後ろで、支持してるマネージャーさんも撮ってるんですよ。で、塾で、アップするっていう、今日のマネージャーさんって感じで。だからね、ゆうことしては全然出てもらっても面白いけどなと思うんですけど、なんか本人はね、いや、俺は、ファンの人 もう全然出ればいいのにって感じなんですけど。あれなんだよね、だから出た時に、うん、まあもちろん出てもらったらあれだけど、うん、それ俺らが回せるかどうかですよね。そうだよね、でも回せる人に入ってもらったら、まあ回すか、久しぶりに俺が、お、行けます、うん、まあまあまあ回せっつったら回すよ、回せっつったら回すな回すなって感じ。
俺は回すな、ゆうこちゃんがでも回した方がいいよ、まだまだそっちの方がいいよ、ちょっと、いやマジでマジで、あでもこれマジで自分が回さなくてもなんか一人で伊谷さんが回ってそう勝手に俺が回ってそう、わーって一人で回ってそう、それは回ったら回ってそうだね、確かに、まあね、どうなるか、まあ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 、まあ、楽しみに、終わる？そろそろ、まだ終わります、あと20秒ぐらいです、そろそろ終わります、うん、めっちゃ急ぎになる、回して回して回したるで、じゃ静かにしてもらっていい、ちょっとマイクあげます、ワンオクロックで We Are でした。ミスチルを歌おう。さあ、やった。イエーイ。やりました。やってやりました。いやー、ね、ミスチルコーナー来ましたよ。ミスチルコーナー、はい、ミスチルを歌おう、はい、このコーナーですね、来週ミスチルのコンサートを見るためにわざわざ名古屋まで行くカンナさん、はいはい、そんなにミスチルが好きなら名古屋に行く前に思う存分ミスチルを歌っていただきましょう、ありがとうございます、やりました、ただし、はい、まあ、ただ歌ってもしょうがないので、はい、そのミスチルの、まあ、しょうがないとは何だ、しょうがないのでしょうがないとは何だ、歌詞の内容は、はい、ギノガルフあるあるでお願いしますという新コーナーというかね、もう挑戦チャレンジコーナーですね、本当に、うん、まあ、要は言うとあれなんですよ、あの、はい、あのレーザーラボンね、 RG さんのネタがあるじゃないですか、はいはいはい、あれです、あ、なるほど、丸パクリ、丸パクリでちょっとミスチルの歌を、はい、ギノガルフあるあるを言うっていうことで、うん、歌ってみたらどうなるかっていうところを、まあ、ちょっと実験的にやってみようというコーナーでございます。なるほど。で、事前にそのあるあるネタは僕とゆうこちゃんで用意しましたので、10個ね。それはもう好きに選んでいただいて。なるほど。かなさんでミスチルの曲を選曲して。これは難しいな。これはなかなかね、やろうって言ったけどなかなかだと思います。なんかね、どうなるか分かんないですけど。わかりました。じゃあ僕もやってみないとどうなるかわからないので、うん、やってみましょうか。やってみる？はい。早速。いいですよ、はい、じゃあミスチルどの曲でいきます、最初はそうですね、じゃあ皆さんが一番わかるのはやっぱイノセントワールドとかは、あ、なるほど、わかりますよね、おー、いいですね、じゃあじゃあそれからいきますか、はい、イノセントワールドで、はい、ギノーガルフあるある、はい、じゃあやってみたいと思いますどうなるんだろう、ね、はい、いきましょう、あ、いいね、あいもうイントロがいいですね、やっぱいいな、うん、昔のね CD はちゃんとこうやってその曲のカラオケが入ってるからね、うん、そうですね、そうそう、それがいいんですよね、じゃあいきますねギノガルフのあるあるを早く言いたい、かっこいいですね、早く言いたいギノガルフのあるあるを早く言いたい、早く言いたい、早く言え、早く言いたい、早く言えもギノガルフのあるあるあるああ僕は僕のままで譲れぬあるある抱えてどこまでもあるあるを言いたいよ、いいだろうミスターマイセルいつの日もこの胸にあるあるを言いたい、早く言え、軽やかに緩やかにあるあるを言いたい、広渡る坂道を登るその前にスタジオの中の蔵がただただ寒いおお、ずこうだごめん、これ俺は楽しいんだけど客観的にどうなんでも
ギャラリーさん見ても思いましたけど、超盛り上がってますよ。あ、本当？たまに盛り上がってる。入った時にものすごい寒い時、クーラーがただただ寒い、ただただ寒い時が、今日も寒い。ありがとうございます。わーわー、ツイキャスの皆さんも、はい、これどうなんですか ね、 ね、どう、いやでもうまいなって思って、まあ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 、まあ、と思ってました。普通にね、まあ、ただあるある言いたいんですけど、うん、どうしてもたまにあの元の歌詞に戻っちゃうんですね。ね、はい、いくつかサビのところとかね。これはもうしょうが、ただ気持ちいいな。そう、やっぱいいですね。楽しそう、気持ちよさそう。そうだね。これもう一曲、はいはい、いいと思う。全然行く前の、はい、なんだろう、もう行く前のなんか事前練習みたいな、ね、事前練習、事前練習、はい、前夜祭的な。わかりました。じゃあ次、はい、みんながわかる曲の方がいいですね。じゃあ、あの名もなき、名もなき歌、名もなき歌とかはいいですか。なるほど、いいですね。じゃあ名もなき歌で、はい、じゃあそれも、まあ、ギノガルフあるある、わかりました。はい、はい、はい、いいですよ。はい、はい、あー、いいね。もう流れ始めたらすぐ、あ、いいね。でもサビ行くまでが長いんだよね。長いね。ちょっとくらいのあるあるなら残さずに全部食べてやる。お二人ギノガルフのあるあるを早く言いたい。君が僕を疑ってるなら、このあるあるは早く言いたい。オーダーリー。ちょっとハマってる ね。記憶はノータリー。あるある早く言いたい。早く言え。長いんですよね、やっぱね。苛立つようなギノガルフあるあるを。いらないっちゃうんだ。感情さえもリアルなギノガルフあるあるを、こんな長いな。ギノガルフあるあるを、長いな。たまに情緒不安定なあるあるを、でもダーリン早く言いたい。ギノガルフあるある、言いたい。あるがままの心で生きられぬ弱さを誰かのせいにして過ごしてる。知らぬ間に気づいてた自分らしさの檻の中で、本番前はMC 全員黙りがち。長い割には、長い割には、長い割にはもう2秒で言えることいや、もうこれは、はい、あのツイキャスとかユーストリームが始まった瞬間の動画をぜひ見てほしいんですけど、今日もね、あの僕フェイスブックやってるんですけど、フェイスブック動画とかが一番早いんで、うん、はい、始めましたって言った後、うん、1分ぐらい我々ずっと静かにしてるんですよ。誰も喋らないんですよね。気づいてないんですよね。そうですね、気づいてないですよね。誰も喋らないんですよね。これをぜひ見ていただきたいなと思います。これどうなんですかね、ところで、これはどうなんですか、どうなんですか、ね、サウロお兄さん、クーラーから氷が落ちました。どういうことでしょうこっちもこっちならあっちもあっちですね、はい、黙りがち、強ポンさん喜んでくれてますね、うん、ありがとうございます。日本高松マリーさん、どれに反応、君が好き、君が好きでもやってみて、あれね、もうないんですよ、カラオケが。あ、そうなんですね。昔の、ね、90年代ぐらいまでのじゃないとね、うん、ないんでね。いや、皆さん、はい、これ思ったより時間が余りますね、うん、あ、そうですね、なんか、ね、はい、思ったより、そうだね、どうしましょうか。なんかすごい僕の中ではすごい時間経ってる気はするんですけどね、僕らの中では、うん、別にワンコーラスずつなんで、そうですよね、もうちょっとやっていいんですか、これは。いや、ギャラリーがもうなんか苦笑いしてます、苦笑いです。もう一曲だけ、拍手してくれてますよ。あ、そうですか、じゃあじゃあ、一曲ね、もう一曲、優しいですからね、ギャラリー。どれやろうかな、どれやろうかな、わかりました、じゃあこれ、うん、これいきますか、はい、はい、じゃあ奇跡の星で、ああ、ほう、これは、え、でもミスチルって言ってもいいんじゃないですか、桑田佳祐さんも、はい、いや、いいんじゃないですか、うん、やってみましょう、これでギノガルフあるある、ああ、はい、じゃあ行きましょう、お、はい、ああ、もうなるほど、なん
だろう、この時代の曲もイントロでこうパーンって入る、うん、パーンって入るからね、いいですね。これはゆうこも知ってますか？聞いたことありますよ。ありますか？お父さんがあの桑田さん好きで。お父さん、うん、そうか、いいですね。ギノガルフのあるあるを早く言いたい。ギノガルフのあるある早く言いたい。ギノガルフのあるある、モノマネも入ってくるんですね。これも言いたい。うまっ。ギノガルフのあるある、同じ言葉しか言ってないです。最初から全部同じ言葉です。言いたい。おおお、冷たい風にたなびくクラー、愛という名の坂を下って、時をかけるあるある痛い、過去を巡らすメリーゴーラー、 Listen to the radio by myself、 ギノガルフのあるあるを早く言いたい。もうね、サラバイダセレオのさ、そろそろですよ、そろそろですよ。一斉写真部部長が本番で MC より張り切りがち。なるほど、これあるあるですね。いいですね。我々普通に喋ってんのに率先して前に出てくる写真部部長が僕ら MC より張り切りがち、うん、コーナーが来てますからね。我々チームですから、チームですよ、本当にチームですからね。これ現場にいる方じゃないから何のこっちゃですね。まあギャラリーのね、今ラジオで聞いてる人はさっぱりわからないですよね。気になる方はね、実際にヘメギドーマで来てるって、ね、いいですね。あとはいやいや、まあまあ面白いですね。面白いけど、ね、やっぱあるある行くまでが長いですね。長い。そうですか。長いですね。じゃあもう一曲いきます。え？おー、マジ？じゃあもう一曲いきますね。三曲って言われたので4曲いきます。はい、じゃあトゥモローネバーノーかけてください。ハートが強いな。ハートが、はい、うん。もうバラードも行きたいなと思って。あ、なるほど、はい。もういいですよ、かけてください。はい。あー、もう優勝、こうイントロランキングって優勝ですね。うん、トゥモローネバーノースが、うん、そうすか、一番いいな。バラードなんでね、まあ、変わった歌詞でまた来るかもしれないですね。そうそう、これはね、トイレ休憩の方ね、したい方は今の時間にも、いや本当にね、これまたいいんですよ、コンサートでもみんな、あ、なるほど、雰囲気がもう本当にうっとりうっとり聞きますから、うんうん、とどまること知らないギノガルフのあるあるをいくつ間違えた。あるある痛い、ギノガルフのあるある早く言いたい、言いたい、すれ違う少年に重ねたりして、いや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 、ギノガルフのあるあるを早く言いたい、分かり合えた友の愛したあるあるでさえも償うこのさえできずに、今日も痛みを抱き夢中で駆け抜けるけれども、まだ明日は見えず、勝利も敗北もないまま、スタジオの中に小さい虫がいる。確かにいる。勝利も敗北もないないまま。なるほど、これね、これね、僕今パッと作ったんですけど、はい、さっきもいましたよ。いましたね。いた。じゃあさっきいた、ゆうこの太ももの上にいた。いましたね。ピョンって叩いちゃった。いやもう、いやこれあるあるですもんね。あるある、ギノガルフあるある、はい、特にこっち側にいる我々が気づくやつですね。いやいや、その他にもあるある実はあったんですよ、はいはい、これ紹介します、はい、あ、じゃあじゃあ言っていいですか、はい、ロッキー、たまに笑ってるか笑ってないのかわからないっていうのが、わからないよね、ギノガルフあるある、ロッキーわからないよね。
あと伊波さん何でもない時に噛みがち。あ、まあ、さっきもちょっと言ってます、ね。あとホットコーヒーが目の前にあるけど誰も飲まない。あるあるですね。確かに。あるあるですね。そこで買わないですね。あと曲が流れてる最中別の話で盛り上がりがち、うん、我々がね、はい、あとギャラリーの皆さん話が盛り上がりすぎてたまにラジオ聞いてないあるあるあるかもしれないね。あるある、あと本当に我々3人しかわからないのは、うん、カンナさん駐車をギリギリで止めがち。ギリギリで止めるんですよ。いつも駐車内見たらね、マジギリギリに止めてんだよね。違う違う、壁にちょっとカンナさん、ね、長いかなと思って車が、だからできるだけ前に詰めようと思って。にしてもですよね。にしてもめっちゃギリギリだよね。なんかドライビングテクニック見せつけようみたいな、なんか見せようみたいな感じで言ってんのかなと思って。いやこれ僕楽しかったです。聞いてても同じ言葉続くけど楽しいんですけど、まあ、言いながらも今ゆうこちゃんの頭の上虫が飛んでましたけど。やだ、もうほら、もうあるあるです、はい、じゃあ伊波さん締めてください。はい、はい、ということでミスチルを歌おうでした。はい、ギノガルフ、クーラーのやつはしょうがないもんね、ロッキーね、だってね。なんか、なんだろう、この前の番組のその前の人が、うん、まあまあちょっと、カップの言い方なんです、うん、なるほど、めっちゃ下げてる。クーラーを下げるんだ。で、下げて、なるほど。で、しかも今日ちょうど、あ、人がいなかったから。はい、西日がものすごく強くて、あ、そうか、夕方は暑いんだ。なるほどね。で、人がいなかったから、ギューンって下がっちゃって。なるほど、なるほど。時間帯的にもどうしようもないんですね。なるほど、あ、それは納得だね。なんかもう人の人数にもあって、いた、ほらほらほら、生きてた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 、もうやだ。あ、つよぽんさんいいんですね、FM 技能あるある、フライヤーが溢れがち。確かに。あー、なるほどね。いいですね。あるあるだ。なんかロッキーもある、なんかあるあるですか。あ、ご用意。はいはい、そうね。伊波さん、カウント読めなさがち。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブ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 。ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りしました。あるあるなんですけれども、はい、ロッキーもなんかあるこの FM ギノワのあるある。今ギノワガルフって限らずね。そうそう、あのツヨポンは FM ギノワあるある、フライヤーが溢れがち。あー、あるあるだなこれは。これすごいんですよ。これそうですね、溢れがちだよね。ありますね。ロッキーなんかありますか。なんか謎の霊が見えがちっていうの。やめてくれ。待って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 、なんでこんなこと言うの。我々一人で帰っていくんだよこの後。本当に運転して追い打ちをかけること言っていいですか。いい、なんか駐車場にいるらしいです。怖さ、待って、もうもしかして俺ギリギリで止めてるんだ。だから挟まってるんじゃないの。霊が、霊が食べた、痛い痛い。こんな詰めるかって思った。はあ、怖い。あとちょっとあのスタジオの温度下がりがちは、うん、なんか納得しましたね。夕方西日がここ強いということで、ね、うん、確かにね、あのかそうすると暑いですよ。うん、納得しました。仕方ないですね。いいですね。これまたいつか。まあいいですね。ね、まあ別にミスチルだけに限らず。はい、そうですね。はい。チャキアスでもいいですし。まあまあまあ。やりましょう、やりましょう。これ僕がやる方がいいんですかね。まあまあ、ね、3人で、ね、やってもいいですし。ちょっとまた。まあ、ちょっとあるあるちょっと集めながら何らかの方法って出します。そうですね。ね、ぜひ。まあ、最初はね、女子トイレも最初見つからなかったからね、分からないですね。そうね、ギノガルフあるある、FM ギノワあるある、はい、今度、皆さんが募集してもいいかもしれないです ね。楽しそう。はい、ということで、じゃあ、告知もいっちゃいましょうか。はい、はい、ゆうこから、はい。はい、今日はたくさんあります。お願いします。ですね、実は OBP 沖縄美少女プロジェクト、うん、CM が決まりました。おめでとうございます。プリペイドカードなんですけど、うん、バンドルカードという、はい、商品の CM に出させていただいています、うん、6月から CM が放送されます、うん、RBC での放送になりますので、そうなんだ、はい、この CM が流れますので、ぜひ皆さん
もういつも RBC にチャンネル合わせて OBP 見てください。いつ流れるか分かんないからね、はい、あ、青井ソニカさん拍手してますね。ありがとうございます。そして、うん、そのバンドルカードの、まあ、紹介という形でですね、うん、6月3日の土曜日、沖縄ボンの後のコーナーの、うん、ボンジュールでですね、うん、OBP がこの3日のボンジュールを担当しておりまして、なるほど、はい、バンドルカードの紹介をしております。これはあの OBP 全員、一番年下のルーリーレンレンももちろん出ますので、あら楽しみ、はい、ぜひ皆さんあのチェック見て、見れない人録画まで、もう今日帰って家でやってくださいね、録画よろしくお願いします。はい、そして、うん、先週もまあちらっとお話ししたんですけども、あ、これね、はい、6月10日に、OBP からは私とマリン、ココナで、同じ事務所からマイノと、宮平のどかが出演する舞台一等梅、逃げた知事泉式という舞台があります。6月10日の、お昼の13時、そして18時の2回公演になっています。場所が、天仏那覇天仏ホールになりますので、ぜひあの興味がある方、まだまだチケット大丈夫ですので、あの見に来てください、お願いします。でチケットの情報は、OBP の公式ツイッターの方にもあの上がってますし、私のツイッターにリップしてもらっても大丈夫ですので、お時間ある方はぜひ見に来てください、お願いします。で日曜日は定期イベントあります。国際通りで、うん、きっと雨は降らない。きっと。まあ、降っても中でやるので、遊びに来てください。待ってます。明日からずっと雨マークだったけど、ね、あらま、一週間。あらま、大丈夫、まあ。でもね、中でもできるしね。はい。はい、矢さんは、はい。はい。大丈夫ですよ。はい。特に大丈夫ですか、はい、じゃあ僕もちょっとね、あの、いろいろあるんで、行きたいと思いますが、まず、金曜日ですね。はい。RBC 金曜日の誘惑。はい、メリアンがやってる、はい、そこに出てます。おお、はい、僕と中村和恵さんで、はい、ラジオの紹介してますんで、うん、ぜひ見てください、はい、でその金曜日の夜に琉球ドラゴンプレスのグルクンマスク選手と、うん、グルクン、エイドトークショーだ、はい、エイドトークショーというものをやります、はい、グルクンマスク選手が6月4日今度の日曜日に復帰戦を行うんですね。それに向けての、まあ、ちょっとエイドトークショーということで、僕とグルクンさんでたっぷり喋りますし、で実際にその試合を映像を見ながらグルクンさんが解説するという時間もありますし、であといろんな方からの、まあ、質問を受け付けたり、あとはちょっとしたオークションなんかもやったりします、はい、プロレスのねお宝グッズオークションなんかもやったりしますんで、マスクもありますよ。すごい、金曜日に、沖縄市のライブハウスジグザグというところで、8時開始です。全席中で2000円となっておりますので、気になった方ぜひ、ツイッターなどで、チェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。でさらには土曜日の沖縄ボン、うん、出るんでしょ、はい、その時に僕も出ます。お、出てますんで、はい、だからもうマストで皆さん見てください。よろしくお願いいたします。はい、RBC アラジオを紹介しております。というところで、はい、お時間となりました。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子でした。また来週夜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。さようなら。バイバイ。はい、はい、ということで、ありがとうございました。ユースの皆さん、どうもありがとうございました。でツイキャスの皆さん、どうもありがとうございました。また来週。はい、あ、皆さん、はい、パチパチありがとうございました。どうもありがとうございました。さて本に出るんですね。そう、あのちょうど